堀内恒夫、阿部巨人に異例の注文。巨人の元エースで監督も務めた堀内恒夫さんが、自身のブログを更新。阿部慎之助新監督で迎える来季の巨人のユニフォームに異例の注文をつけた。先ほど帰宅したんだけど、今日は原監督から阿部新監督へ監督交代の記者会見があったとかと書き出した堀内さん。昨日のブログで、阿部の色を出す組閣になってほしいと書いたけれど、もう一つお願いがあったとし、来シーズンのユニフォームにはどうか名前を入れてください。よろしくお願いしますねと現在、背番号の2となっているユニフォームの背中に、選手の名前を入れることを希望した。巨人は2023年からホーム用、ビジター用ともに背中にネームのない、背番号のみのユニフォームに変更。球団公式サイトによると、アメリカ大リーグのヤンキースと同じデザインで、巨人軍が持つ、フォーザチームの精神にも通じていますという。2018年、原監督は監督復帰会見で、勝つことが最大の目標であり、巨人軍は個人軍であってはならないと語りました。その言葉の真意は、常に最大の目標である勝利に向かって、選手チームフロントが一丸となることです。背負うものは個人の興行心ではなく、ファンへの思い。決して壊れることのない、その決意の表れですと説明している。だが、一方でファンの間では、誰なのかわからない、やっぱりセネーム欲しいなど、名前ありを望む声も少なくない。第三声。ニューヨークヤンキースのサルマネ。このジジイは黙ってろ。暗黒時代の代表監督。くだらないことにこだわる、日進したれ軍団。これはほぼ全てのファンが思ってそう。漢字にしたらかっこいい。ひらがなで入れよう。まさか、堀内さんと意見が合うなんて。ヤンキースも一緒にされたくないんじゃない。名前ある方がいいに決まってるやろ。監督が誰になろうと入閣の噂も立たない、堀内氏。もう、現役のやることに口出ししない方がいいんじゃない、誰って思われてるよ。名前入ろうが入らなかろうが、広島のビジターユニフォームよりはマシ。ローマ字よりも漢字にしろ。斬新でいいと思う。外国人はカタカナで。名前がないと、一番号で呼ぶことになる。囚人みたいで草。春先のウォーカー、ブリンソン、お声の外野人だった時は、誰がどこ守ってんだっけ状態だった。たまには堀内氏も良いこと言いますやん。